安田美沙子が第二子出産を報告、感謝の気持ちでいっぱい、契約期間満了で事務所退社も発表。タレントの安田美沙子37が10日自身のインスタグラムを更新。2月23日に第二子を出産していたことを報告するとともに、所属していた事務所との契約期間が満了となり、昨年退社していたことを発表した。安田は、このような時期に指示で大変恐縮ですが、2月23日に第二子を出産したことをご報告させていただきますと伝え、思いがけず大変なお産になりましたが、無事に生まれてくれたことに感謝の気持ちでいっぱいですと思いをとろ。予定より早産だったため赤ちゃんはまだ病院にいますが、元気に順調に毎日すくすく育ってくれています。まなおしくて胸がいっぱいですと記し、赤ちゃん、そしてお兄ちゃんの成長を家族で大切に見守っていきたいと思いますと決意を新たにした。続けて合わせての報告になりますが、長年お世話になった事務所を昨年の契約期間満了とともに退社いたしましたと報告。それまでたくさん悩み子を得ましたが、これからは子育て、家、仕事との向き合い方をしっかりと家族で話し合い、自分のペースで考え、頑張っていけたらと思いとの決断に至りましたと説明し、今まで本当にありがとうございましたと感謝。最後は、様々な手続きや妊娠してからの体調により、ご報告まで少し時間が空いてしまいましたと明かし、新しい家族が増えましたので、慌ただしくなります。家族みんなで力を合わせて、一歩一歩進んでいければと思いますので、これからも温かく見守っていただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたしますと呼びかけている。安田は2014年3月14日に、ファッションデザイナーの下取直行氏と結婚。17年5月にブログを通じて第一子となる男児出産を大告げしている。